こんばんは。前回の続きやっていきます。まあ、前回と違うのはこれですかね。ペットに乗れてるっていうのが違いますね。レベルね、40になったら乗れるようになりました。画面の左上、今レベル41ですけど、レベル40からペットに乗れます。クエストでレベル40過ぎて41になるまでにクエストであったと思うんですけど、それしなくてもこの中で騎乗っていうのがあって、これでペットを選んでね、乗れましたね。うん。それと、まあ、騎乗術っていうのもあって、ここで攻撃とか、瞬発、速度でしょうね。速さ、防御力、体力とかを上げれます。話は前回レベル10いくつかでやめてたと思う動画はね。で、その続きで、成人の儀っていうのをね、やんなさいって言われてて、そのために4つの村に行って、まあ、その資格があるかどうかの証明をもらってこいって言われて、まあいろんな村に行ってその証明をもらいに行ってました。でその後ですね、話的にはまたちょっとね、今度精霊を捕まえろとかなんかになってるかな。うん、途中です。あ、それとレベル33になった時にちょっとね、難しいクエストがあって、モンスターの方が強いんですよ。でこれからね、今からゲーム始める人はレベル33になったら自分の戦闘力よりモンスターの方が強い敵に当たるんだけど、それはね、そのまま戦っていいです。自分はね、自分強くしないといけないと思って、ここにね、自動で狩りがあるんですよね。これしててレベル上げしてたんだけど、その必要は全くなかったですね。相手の方が強いんだけど、自分より相手の方が圧倒的に強いんだけど、戦ってると援軍が来るんですよ。だからね、とりあえずストーリーで、このストーリーやってて、行き詰まるっていうことはないです。相手の方が強くてもそのままやった方がいいと思います。レベル、今んとこ41まで来てますけど、まあ、きつかったなっていうところはないですね。33がちょっと危ないなと思ったけど、いけました。このガイアっていうのはなんかね、英雄かなんかの子孫だったかな。マーレンがどこにいるかって、ああ、あの変なおじさんか、多分ね、わかんないと思うんですけど、まあ、途中からなんで、今、精霊関係やって、精霊をなんか捕まえろか関係だったと思うんですけどね。時間の合理性と導くものがなんとか言ってサイナス砂漠の方に向かっていくのを見たぞ。行こう。これね、本当にこのイベント、このメインのクエストやるだけでレベルどんどん上がっていくんで、レベルってね、とにかくね、100以上あるんじゃないですか。光の成人式を挙げた方がいらっしゃった。なぜ知ってるかって、私があなたを未来から見たんですよ。怪しい。他の大陸の中にある光の痕跡を探しに、ああ、あまりに遠い先のことでしたか。それでは、カルターナのウニについて、あ、昔のことすぎました。それなら、クラム家に関係したことですか。そうですよね。ふふふ。クラム家のことなら、砂が必要です。砂を持ってきてください。砂ね。何？過去と未来行けるの？あの人。ずっとね、ペットに乗りたかったんですよ。乗ってる人がいていいなと思ってたら、そう、レベルがね、40になんないと乗れなかったんです。砂？砂なら、アルワイ5本。グスン5本、唯一の証拠が砂につけられた盗賊の足跡なんじゃ。犯人を見つけられるならグスン、その砂を持っていくぐらいのことは許してやるわい。あ、レベルアップした。あ、砂。ちょっとストップ。このね、これが今の自分の戦闘力です。この合計戦闘力 31,652。さっき言ったレベル33ぐらいの時に出てくる敵がこれぐらいあるんですよ。で、自分が 29,000 ぐらいしかなくて、このゲームね、戦闘力がもう絶対なんで、相手の方が少しでも高かったら、ほぼ勝てないです。途中に、時間限定のクエストが出てくるんですよ。ゲリラクエストかな。で、それで相手の方が強かったらね、ほぼ勝てないですね。こうやってゲリラクエストを発生するんですよ。で、これが時間があって、これがね、戦うやつとかだったらちょっとね、厄介なんですよね。これはゲリラクエですね。ちょっと見ようかな、まず。見ないとダメだな。うわ。相手これでしょ、自分。ギリギリだ。まあ、オートでいいかな。あのね、このオートのね、AI っていうか、この、自動戦闘がね、ちょっと頭が悪い。
例えばこう攻撃するじゃないですか。でもあと一撃で倒せるのに全然関係ないの攻撃していく。なんかこう弱ってるやつを攻撃しないんですよ。だから相手の数が多いままで戦うから結構ギリギリの戦いになることが多い。ね、これやったらいいのに左とかこの真ん中の違うのを攻撃したりするからやめて。そう、これ回復系ランクはね S。 OKOK。 ランクねいくつあるんだろう。あのなんかねモンスター恐竜か、恐竜にねランクがあるんですよ。それと星のレアリティ、このね乗ってるペットにもなんかね補正がありますね。最近の自分が遊んでるロープレイの中では一番これが自分には合ってるかも。ただね人気はそうでもないかもしれない。サーバーがね、まだ3つしかないんですよね。例えば、ライズ・オブ・キングダムとか、あと、ちょっと前やった三国、まだやってるんですけど、三国少年ブラスト・ヒーローズだったっけ？あれとかだとサーバーがいっぱいあるけど、これ3つですね。しかも日本人のサーバーは、この3、カタカナで3って書いてあるサーバーだけじゃないかな。あと、英語のサーバーと、なんか、ちょっと中東の文字みたいなサーバーの3つしかないんで、人はそんなにもしかしたらいない。ここの、ただ日本人、だと思うんですけど、このカタカナの3っていうサーバー人がたくさんいるのは間違いないです。過去だったら人間の体にある痕跡を見つけられるのですぐに終わるのに残念でしたね。でも未来では他の技術を使用できるので今は不便でも少し我慢してくださいね。こうしてこれくらいかな。ああ未来すぎました。それなら過去に戻ってこれくらいかな。見つけました。これからこの画面じゃなくて絵をよく見てくださいね。見えますね。すごいなこの人。本当に能力あった人なんだ。ちなみに途中にあの L ってマークがついてるキャラクターが出てきて、それね前々回ぐらい何これって言ってたら、それはねこの一番下の自動狩りしてる人で、そのパーティーの中にリーダーになってる人に、キャラクターの上にね、L ってついてるんですよ。リーダーマークが。お前はなんだ？このドルマ様に用事があるのか？クラム一族の家宝？それがなんだ？俺が盗んだという証拠でもあるのか？なんだその目は？何か言わないと痛い目見るぞ。何か言わないと痛い目見るぞ。いや、そっちが見るぞ。ここでわかるんですよね。これ、相手の戦闘力。そっちの。で、これが、レベル33のクエストは、相手の方が高くて、やばいなと思ったけど、援軍が来て、クリアできました。相手の方がいいな、この。バラエティ飛んでる。こんなん欲しいわ。人参食べてるんですよ。恐竜にね、種類があるんですよ。攻撃とか、制御とか、防衛とか。確かね、この、イノシシ、クリボーみたいなイノシシはね、防御系だったと思う。これは回復系だったかな？左の、これは。スキル持ってます、最初から。見れる。で、すべての味方を回復します。スキルが。
ムと一緒で、メインの自分のキャラクター以下なんですよね。この恐竜の上げれるレベルはメインのキャラクター以下までしか上げれない。今42までだから42までかな。それ以上はできないです。できるんだったらね、恐竜どんどん上げてって強くして連れてってもらうんだけど、そういうのができなくなってますね。そうだ、俺が盗んだ。でも俺は持ってないぞ。どうして？あんな不吉な宝石なんて、とうの昔にボンド族に売り払っちまったからな。そうなんだ。どこにいるか俺が知るわけないだろう。その辺をふらついてるボンド族の商人に売っただけだ。悪いやつだ。でもそうだ、タコならボンド族について知ってるだろう。なんでタコなんだ。もう一発殴りたいとこだ、こいつを。自分がタコって言われたかと思ったら、タコと会話しようだ。タコっていう商人がいるのか。ここで、今レベル42でしょ。ここでね、ペットのレベルを上げれます。これ乗ってるやつね。騎乗してるやつもレベル上がっていってるんですよ。これもね、レベル上げれる。これはね、育成しやすいんですよ。ペットはこの肉食べさせたら上がっていくんで、ただ自分のレベル以上には上がんないですけどね。違うやつにしようかな、これ。よく考えたら。ダメじゃない？これ。これ死人のやつ乗ってるから。変えようか。ああ。これしか乗れんのか。あ、そっか。あと、そっか。時間があった。6日間だったね、これ。まあ、いいか。じゃあこれ乗っとこう。机上に日数がありました。確か6日間だったと思う。こう書いてますよね。先発とか。1,2,3,4,5。ここまでだな。これ入れたいとこですけどね。この星2と交換したいんだけど、この星2が攻撃で、こっちの新しく手に入れたのが、ね、制御だからね。役割が一応あるんで、やっぱ同じやつとか制御何体もいらないなと思って、こうも入れてるから。あ、それと、同じタイプのモンスター入れれない、モンスターっていうか、この恐竜は入れれることできないんですよ、パーティーに。一体しか。これ変えたいとこだけどね、本当は。ランクアップできないよね。あ！できない。これがいる。この貝と、あとこれ。この素材。これがない。あったらランク上げれるんだ。これま、我慢しようかな。来た、タコ。ボンド族を探してるって、助けが必要ならお前も俺を手伝え。取引だ。お前も変な具について一度くらいは聞いたことあるだろう。珍しいものだからその具を持っているのはいいのだが、ペットたちのため、息が聞こえて夜眠れないペットたちのため息か。地図にボンド族の場所を表示しておくから、俺の代わりにペットの悩みを解決してやってくれ。なるほど。お、なんか、新しく解放されたよ。何？図鑑か。はい。ペットストーリーアイテムで様々なペットたちのストーリーに出会ってみてください。あ、終わり？お、そう、おって感じやな。ちょっとよくわかんなかったけど、まあいいか、後で。なんだ、侵入者だ、みんな。戦闘官も。OK。あ、勝てる。相手の戦闘力自分ですね。これね、スピードがね、2までしかできないんですよね。まあ、相手見ることはいいかな、こうやって。あ、レベルも、同じだね、ほら、42。あれ、これやられてない？もう。早ない？7000だったと思ったけど、相手負けそうじゃん。おい、
なんか負けそうなんですけど、なんとなく。ね、全然関係ないとこ攻撃するでしょ。弱ってるとこやんないから、ずっと不利なんですよね。この今自動にしてる自分が悪いんでしょうけど。2体やられちゃったもんな。じゃあちょっとやり直すか。まさか負けるとは。トレーナーは、どれだったっけ。称号。あ、あるな。中級トレーナーに変えるか。これね、頭の上についてる称号。ちょっと補正かかりました。これ。ケンさんの上に中級トレーナー。これがね、称号ですね。よくあるゲームで。他は。振り分けするか、じゃあ。で、補正かかるはずなんで、これも。補充にするか。スピードいるでしょう。力。できなかったっけ。あ、強化ないね。それとこれかな、非常時です。これも補正かかるはずなんで、あ、レベルアップしてからか。それからペットもあげますか。まさか負けると思わなかったなぁ。全部あげたいか。あとね、研究っていうのもあって、くれるんですよ。体力とか防御力とか。成長もあるでしょ。成長はこれ、改造ってやつ。スキル上げれたっけ。あ、あるね。回復系だったっけ。すべてにこっちだな。あ、アイテム普通、あ、ないんだこれが。あ、残念。じゃあ研究でいっか。だと思うんだけどね。今度はいいでしょう。さっきよりだいぶ強くなったんで、今度こそ。あっけなく負けちゃったもん。あ、さっきやられたのこのモガってやつ。あ、だってこれ星2だもんね。関係あるんだよね、そういうの。やばい、もうやられそう。早くも。強いよね。なんか相性もあるみたいだったけど。強ない相手。OK、 さっきよりはいい。ちょっとこれが一番足手まといこれ攻撃なんだけど、攻撃が一番弱いで。あとね、これ卵っていうのもあるんですよ。卵孵化させるみたいな。ちょっとまだ手に入れてないけど。オッケーオッケー、いけそう。
っちゃったな、40過ぎで。33のやつはね、イベントの時は行けたんだけど。うん、そうね。今のここのクエストはちょっと育成した方が良かったみたいですね。ハマった。ドルマのやつが売った宝石を返してほしいって、いつかこうなると思ってたぞ。こんな不吉な宝石持っていけ。これを買ってから何もうまくいかなくなったんだ。なるほど。あ、ただでくれるの。今回はここまでにしたいと思います。次回また続きですね。やってきます。ご視聴ありがとうございました。